は頑張ろうね。今日はですね、永平町長と、なんだっけ、永平町長と永波町長ですね。えいって読みます。まあもうみんなそれぐらいわかる。シャープから始まる音階、シャープから始まる町のことをえいと読みます。で、シャープから始まる音階になったら、1番からはスタートしないんです。親指から今まで弾いてたと思うんだけれども、黒い鍵盤からスタートする音階は親指からは弾きません。こういうのやらない。こう親指からスタートするっていうことはしません。これはどの鍵盤に行っても一緒です。あ、全部一緒です。親指に、親指が黒い鍵盤に入ることが基本的にやりません。なんでかっていうと、親指を乗せると分かるんだけどさ、あの全部がね、親指、あの全部が黒い鍵盤になるの曲は別です。こういうってこの曲みたいにこう全部黒い鍵盤に弾くみたいな曲は、これは親指がね結構弦乗るんですけど、黒い鍵盤に親指が乗るということはあんまりないです。あの割合的には 20%、 そうね、20、親指が黒い鍵盤に乗る確率は低いと思ってください。だから自分がなんか好きな曲とかで黒い鍵盤に親指が乗っかっちゃった場合、あの別にいいんだよ、乗っかっちゃった場合でも、あ、もういいんだけれども、乗っかっちゃって弾きづらかったら、それはその親指は指番号が間違ってるから。なんでかっていうと、まあ、乗せると分かるんだけどさ、親指がさ、あの黒鍵に上ると、あの白い鍵盤を弾こうとするとこっち側にこうやって曲がるよね、きっとね。こういう風に、あの黒鍵ばっかり弾くんだったらこうやってまっすぐ前を向いてられるだろうけれども、ここから白い鍵盤を弾こうとするとこういう風に、こう鍵盤に対してなんていうの、ガニ股な感じで手が開かなきゃいけなくなると思うんだよね。だからやらないんですよ。そう弾きづらいんだよ、ね、あのまあとりあえず、はい。もう今日みんな阿鼻叫喚が聞こえてきそうで辛いんだけど。はい、では永平町長からいきましょう。もう指番号命ですから、もう指番号命ですから、ゆっくり確実、いいですか、音が合っていても指番号が違っていたらもうブーブーですからね。もう今日は指番号の鬼ですから、もう指番号が何も違ったのはピシ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 なので、指番号をもう確実にね、もう2341 2312、まずここまで2341 2312 2341 2312 2312 です。もう一回ね、234の下を1がくぐって、23の下をくぐって、次また4の下をくぐって、3の下をくぐる。つまりあの交互だって、交互にあの下をくぐっていくの、親指がね。4の下をくぐったら3の下をくぐって、4の下をくぐったら3の下をくぐってっていう風になります。で、2番で終わって2番からスタートです。また今度1の上を3が通ったら、次1の上を4が通って、で3が通って4が通るっていうことです。このごめんなさい、4がなんか真ん中にはまっちゃ入っちゃったけど、これラの上ね、ラの上、ちょっとなんか真ん中になっちゃったね、これね、ごめんなさい、ちょっとなんかずれちゃった。もう一回上から2番から2121ってきたら、1で3にして4 3 4、で2で終わるはずです。2で終わってくださいね。はい、123、はい、
こうなるはず。もう一回タラ、できる人は左手も引いて、これ全部黒になるから、はい、1と2、はい。